バーベキューはお肉だけじゃない、海の幸を豪快に焼き上げようではないか。この番組は中部電力の提供でお送りします。さて本日は焼津の海産物ならここ海エール焼津にやってきました。その飲食ゾーン、ととやしんべえ。売りは何といっても全席オーシャンビューのロケーションです。人気ナンバーワンメニューは海鮮バーベキュー定食。サザエに牡蠣、ホタテや乳頭エビ、コンロに乗せて浜焼きと言ってみる。ホタテはパカッと口が開いたらバターを投入。ふんわり漂うコクと旨味がたまりません。こちらはサザエ、グツグツしたところに醤油をひとたらし。プーンとした磯の香りは格別です。ほどなくして牡蠣も食べごろ、フーフーしながらいただこう。海鮮と格闘すること小1時間、充実のバーベキュータイムでした。